どうも、よけがわです。よろしくお願いします。野球のカードを開けてる日と、開けてない日があります。はい。今日は開ける日ですね。はい。さあ、今回開封しますベースボールカードはこちらです。えい！プロ野球を愛するすべての人たちに、2023BBM ベースボールカードセカンドバージョン、こちらの3箱目、開封していこうと思います。まあ動画タイトルとかはね、3箱目ってなってると思いますけれども、5箱目です。セカンドバージョンも買ってますね。こすってますね。1箱目、2箱目、動画にしました。で、実質の4箱目というのが、鎌ヶ谷スタジアムカードフェアで購入して、そのまま友達の家で開けたっていう動画も作りましたね。それが実質の4箱目。3箱目はどこへ消えたんでしょうか。3箱目は動画撮ってるんですが、お蔵入りとなりました。なんてこった。まあ、ちょっとそんなこともね、話しながら今回開けていこうと思います。4箱も開けまして、カードの整理などしていて分かったんですが、レギュラーカードとクロスムーンはですね、コンプリートしておりました。ということで今回開けながら話すのは、いつもそのめくりながら選手の名前とか言ってるんですけど、まあちょっと雑談というか、いろんなことをお話ししながら、でもちろんシリアルカードとか様子がおかしいカード出てきたら途中でね、そちらをお届けしますので、まあちょっといつもと違う開封動画になるとは思いますが、お付き合いください。セカンドバージョンの3箱目開けていこうと思います。はい、ということでですね、あれ？なんかカードがあるぞ。はい、今4パック開けたところで気づきましたが、録画できていませんでした。なんだろうな、3箱目は動画にさせないという何かの力を感じる。いや、単純に僕がケアレスミスをしている注意力がないアホなだけだ。まあごめんなさい、ちょっとまだ序盤なので動画にはしたいと思います。で、あらすじだけ話します。キリンジ田村選手の金箔サイン、いや間違えた落ち着け。キリンジ田村選手の金紙ホロ200シリアルですね、こちらが出ました。地球式カードもパラレル出ました。原カレンさんの銀紙パラレル、こちらも200ですね、200分の99。女性陣は銀紙パラレルで、男性陣がやたらハートとかのホロで出てくるよねっていう話をしてたところで、録画してないことに気づきました。大変失礼いたしました。あとこの話も取れてなかったんで、今ちょっとしたいと思います。3箱目、実際の3箱目、まあ冒頭でお蔵入りとお話ししましたが、そこから出てきたカード1個だけ嬉しかったやつ、これをお見せします。わお、出た、バビョン、これですわ。はい、まあ今のも2回目なんですけど、増田岡田、岡田圭介さんの始球式カード金紙ホロ25シリアル。岡田さんは今回直筆サインとかはね入っていないので、まあ数字で言えば一番貴重なカードになりますね。まあファーストナンバーとかではないですけど、僕結構幼い時からお笑いは見てましたので、増田岡田の M1 優勝とか見てましたので、これが一応その実際の3箱目出た時嬉しかったんですけど、なんで3箱目お蔵入りにしたのって話は今取れてないところで話してるので、もう一回話します。今4パック開けてますね。まだまだ数はありますのでね。まずお蔵入りってどういう時になるかって言ったら、カード開けながら心が折れた時なんですよね、基本的に。で、過去にね、何度か心折れてお蔵入りってあったんですけど、その3箱目開けてる時はですね、こういうレギュラーカードの新しいものがもう全く出てこなくて、特に地球式カードに関して言えば1枚も新しいもの引けませんでした。まあ動画でね、ちょっと地球式カードの新しいものが出ないって、今秋山選手続いたな、出ないっていうのがちょっとしんどくて話すこともなくてですね。いや、さっきの岡田さんのフォロまでは良かったんですけれども、その後出た
シリアルカードっていうのが、あの200シリと100シリ出てるんですけど、これが同じ選手で出たんですよね。いや、ちょっとね、勘弁してほしい封入でした。あの、例えばどっちかがサインですとか小シリです、一桁ですみたいな話だったらまあ全然良かったんですけど、ちょっとしんどかったです。同じ選手がシリアルで2枚出てくるっていうのが心が折れた理由の一つでもありますね。はい、最後が桑原選手と、はい、まあね、ノーマルカードのテーブルというかね、なんかそういう封入のちょっとしたサイクルみたいなのはあるんでしょうけど、その3箱目に関してはもう1箱目2箱目で知ってるテーブルばっかり でかと思えば4箱目、あ、中尾明義さん動画でははじめまして、なんかトイレに間違えてキッチンペーパー流して水道修理の業者にぼったくられたっていうニュース見ましたけど、気をつけないといけないですね、いろんなことをね。はい中尾明義さんの始球式カード、そう、その始球式カードも新しいのが全然出なかったんですけど、かと思えば、あの友達の家で開けた4箱目、カードフェアで、カードフェアで買ったボックスで言えば、始球式カード出てくるもの、出てくるもの、全部初めましてだったんですよね。石川拓也選手、心配ですね。そう、そんな感じで4箱目は収穫が多かったんですけど、動画に撮った3箱目はちょっと心が折れる内容だったということなんです。まあ本当はね、その2枚かぶった同じ選手が出たみたいなのも面白くね、仕立て上げるのが YouTuber だとは思うんですけど、まあ、その力はなく、はい、まあそんな感じで4箱開けて、4箱目でようやくそのレギュラーカードが揃い出した、コンプリートしたという感じですね。まあ始球式はまだ当たってないのありますが、まあそんな文句は垂れてはおりますが、セカンドバージョンここまで通算4箱開けて直筆サイン2枚ですからね、あのこの確率を出してる以上はちょっと文句は言えないというかね、いや楽しいセカンドバージョンをやってるなというふうには、まあトータルは思ってはいますが、まあ今回もね、あ、シリアルですね、矢崎選手金箔サイン頑張ってますね、矢崎選手ね、100分の46 100シリアル、なんか今日後ろにスライリーを置いてるせいか、カープのシリアルですねこの箱この前 あのパリーグのルーキーカードセットの動画、あれも後ろにバッファローベルちゃん置いてたらオリックスの選手出ましたしね。じゃあ早くベイスターズ あのスターマンとかのやつ買わなきゃないつまで経っても背景用の小さいぬいぐるみを買ってないっていう、そんな感じでございます。はい、児玉選手のキリンジ、さあそんな感じでちょっと一旦話すことが浮かばなかったので、多分今のところ早送りしてると思いますゆるい動画ですね。セカンドバージョンもね、同じ商品も3箱目となると、セカンドバージョンの話で言うと、この商品の一つの目玉になっている新インサートファイヤーワークス、皆さんは出してますか、たくさん打ち上げてますか、花火の方は。僕はなぜかここの確率弱くてですね、4箱開けて1枚しか出てないですね。あれね、カートンに8枚9枚結構入ってるものなので、もっと見れるはずなんですが、なぜか僕のところには打ち上がらないというのがファイヤーワークス。あれのねえ、綺麗なカードのベイスターズ版小シリアルとか当たってくれたら最高の夏という感じではあるんですけど、今日もここまで打ち上がっていません。ファイヤーワークス大外しの YouTuber になるんでしょうか。京田選手か、ちょっとややこしい話もありますが、まあ、あの、ヒーローインタビューは遮らないでください。はい。
グラウンドに物は投げないでください。もう僕からは言えることはそれしかないです。あまり判定のこととかは言えません。はい、青山選手何か起きそう。銀白サイン鈴木選手、鈴木大地選手。まあね、マナーはね、阪神ファンに限ったことじゃないです。まあ大体何ファンがとかじゃなくてもその人の問題なんですけど、ちょっとね一部ね、その楽しんでそういうブーイングとかなんかヒーローインタビューの妨害とかね、そういうことをするグループはあるなと思いますね。困ったもんです。はい、全然話つながってないですけど、このチャンネルの、チャンネル登録者数がちょっと前ですけど100人を突破しました。本当にありがとうございます。キリンジ茶野選手、本当にありがとうございます。いつも見ていただいたりとか登録していただいたり、それからあのその数字も節目で嬉しいんですけど、最近コメントを結構いただくのが本当に嬉しいですね。あの動画への反応であったり、あのたくさん最近はコメントを書き込んでいただいてありがとうございます。まあお手は煩わせますが、何か、気になることとかあったら何でも書き込んでいただければと思いますので、はい、まあ、あのそんなこともあってね、最近動画のモチベーションも、あ、まあ、こんなミスはしておりますが、あ、乃木坂2人とも出てくれました。 OK ですね。あの動画のモチベーションは上がってますので、皆さんにね、野球カード開封の楽しさ、もっともっとお届けができると僕も嬉しいなというところでございます。はい、まあ、あのカード開けながら片手間に言うことではなかったかもしれません。それはちょっとお詫びしますが、今後もぜひね、カードの野球カードの開封見ていただけると嬉しいです。はい、多分マイクは拾ってないと思うんですけど、おお、びっくりした。違う違う、今だから、ま、マイクは拾ってないと思うんですけど、すっごいお腹鳴ります今日っていうのをゆるーく喋ろうとしたじゃないですか。あと嬉しいな、これすっげえ嬉しいな。めちゃくちゃ嬉しいな。はい、平海馬選手直筆サインカード、なんとセカンドバージョン5箱で直筆サイン3枚乱獲です。最高ですね。40分の12。このカードは以前もちょっとお見せしたかもしれないですが、デザイン的には西武のチームリミのデザインになってます。一部の選手で各球団のチームリミのデザインのサインカードもこのようにセカンドバージョンに入っておりまして、平選手のひらがなで平61、とても可愛らしいサインカード。ちょっとこの選手の風貌とレオのイラストとに似合わないぐらいサイン自体は可愛いですが、今年からね先発転向、いろいろ話題性も高い平選手の直筆サインカードが手に入りました。やった。いやー、面白いことが起こるな。本当に野球カード開封は面白いことが起こる。うん、それはね、この半年で特に動画撮ってる時はね、よく思いますよ。ただ今のは不意疲れすぎです。今一瞬ちょっと話すことがなくなって、まあ、ここカットしようと思って1分ぐらいこうやって停止してたんですけど、再開した途端に直筆サインカードっていう。すごいですね。いや、平選手はそうですね、あの主力選手のカード、サインカードっていうのもね、なんか久々に聞いた気もしますし、いや本当カートン1枚2枚ですよね、確かね、直筆サインって。この確率はすごい。あとファイアーワークスは本当に引けない、ぶっ壊れてますね。おかしなもんですね。まあこうなった以上は動画化はしないといけないですしね。うん、再度オクラにはできないな。まあそもそも心折れてるわけはないので、サインカード出てるので。いやー、ちょっといろいろ気持ちを揺るがされた、慌てさせた
まあ楽しませていただいたセカンドバージョンでした。トータル5箱。はい、まあなんかエンディングに入ってますけれども。まあ今回の動画はね、ちょっと途中から始まったり編集も変だったりすると思います。ちょっと見づらい動画になっちゃうかもしれないんですが、ぜひともね、今後の動画、ちょっと今後少なくとも録画ミスとかは気をつけますので、今後の動画も楽しんでいただければと思います。銀箔サイン、岡本和真選手。はい。まあそんな感じで、宮崎選手も嬉しい。はい、こんな感じ。あと、残り2パックあります。さあ、最後の束ですね。最近、プロスピエースのゲームの方でも、こんなことからバウアーを引けたりとか、まあ結構なんかこういう野球のコンテンツに関しては運がいいな、月があるなというふうに感じているんですが、栗山さんレギュラーカード始めましてかもな。はい。まあただね、ちょっとこんなことは言わない方がいいですけど、なんか気づいたらあと1ヶ月もしないうちに僕年を取るので、9月に誕生日がありますのでね、まあそれに向けてちょっといろいろ運気を上げていきたい。まあ野球カードに関しては運気はいい感じですね。まあそれをお届けできてるだけでもね、いいのかなとも思ってます。井上選手キリンジ、まあこうやって楽しんでいただけてるかなとも思いますので、はい、そんな感じで今回のセカンドバージョン動画での3箱目は以上でございます。さて、お気づきでしょうか。シークレットに、僕気づいていません。ちょっとシークレットを探してみます。ありました、ありました。今宮選手でしたね。ロゴの色黒ですね。あ、これは気づかないわ。うん。これはちょっと気づきにくいシークレットでした。申し訳ありません。ということで、セカンドバージョン動画での3箱目。開封以上です。はい、原カレンさん銀紙パラレル、矢崎選手金箔サイン、キリンジ田村選手金箔パラレル、そしてなんとびっくり平選手の直筆サイン、今宮選手のシークレット。今宵もファイアーワークスという花火は打ち上がりませんでしたが、まあ夏の終わりびっくりするカードは引けました。はい、いや本当にごめんなさい、今日の動画こんな見づらくてふわふわした動画ないと思うんですけど、改めてこれからも精進していきますので、楽しいカード開封をお届けできたらと思いますので、今後もご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは本日の開封以上になります。ご視聴ありがとうございました。よけがわでした。また今度。